皆さんこんにちは講師の竹村和弘です発音の学校今回はリエゾンの法則について皆さんに簡単に説明したいと思います 詳しくはまた本編をご覧いただきたいと思いますがネイティブが話す英語の特徴としてこのフランス語に特徴的なリエゾンという現象がありますいわゆる単語と単語をまたいで音がつながる現象のことですねで単語と単語を切って発音してくれれば私たちもリスニングのときに非常に楽なんですけれどもなんだかこうネイティブは単語と単語をまたいでダラダラとこう話をするという特徴がありますで、それがなぜ起きるのかということをご簡単に今日はご説明をしたいと思います でリエゾンはです、ね、フランス語だけではなくて英語にも特徴的な音の現象なわけですけれども例えば、えー、これちょっと発音をしてみていただけますか全く何ない,ないないという受験で習った、えー、連合ですがどうぞ。 ひょっとするとですね「まあ、not at all と」と、まあ、ここまではないかもしれませんが、えー、ひょっとするとこの後ろにです、ね、母音を挟み込んで発音してしまった方もいらっしゃるかもしれません「not at all」ですねそうするとこれは実は日本人の特徴である「えー、お」と「お」と「う」ですね「not at all」っていうふうに母音で終わる発音をしてしまうとこれがいわゆるカタカナ英語の特徴になってしまうわけですね。ところが実際にはネイティブがこれ発音する時きはこうなりますね。 Not at all. Not at all. あるいはアメリカ英語だと「ならら」「ならら」というふうになります。でどういうふうになっているかといいますと発音記号で表記するとこうなります。Not at all. ですね、Not at all. という感じになるんです。とう感じになです。という感じになるんです。とうじという感じになんです。いじでこという感るんでと単語をじにです、ね。いるんでるです。が t という感じになるです。という感じになと 王が結合するということでいわゆるこうリエゾンという現象を起こしているわけですけれども実はこれの法則リエゾンの法則と言いますけれどもまあ、実はその文法規則ではないのでリエゾンはですねあのマストではありませんえ必ずやらなきゃいけないものじゃないんですねじゃ何かというとそれは和者の選択だと言っています 私たちの選択というのはつまりその人がリエゾンしたいと思えばすればいいししたくないと思えばしなくていいというただそれだけのことです。ただでき,ないけどできるけどもやらないという選択とですねできないからできないという選択では非常にこう大きな違いがあるので、まあ、きちっとリエゾンもできるようにしたいと思うわけですけども実はリエゾンの法則のどういう時にどういうふうにリエゾンをするかというのはこれは実は発音の時の感覚によるんですね。特にこの この連合の中ではのの音にその仕組みがありますつまり、えー、発音記号をこれから練習していくんですけれども、えー、この t の発音記号上の、まあ、英語の詩音としての t の純粋な音というのは舌、えー、先で息を止めていただいてですねそしてこれを舌先から破裂させてツツツ,ツ,ツこんな感じですねツツツ,ツ,ツというふうに発音されていきますそうするとこれはですねこの文章で読むと英語の発音というのは常に、えー、その 発音記号上のことをちゃんと再生しなければいけないという特徴があるわけですのでそうするとこれは「not at all」ということなんですね「not at all」どうでしょうか逆にね発音しにくいんですね、はい、で実はこの t をこの中でやろうと思えば思うほど実は後ろの母音と結合しやすくなるという、えー、まあ法則があるわけなんですねですから「not at all」t で終わるのが苦しいので逆に後ろの母音を取ってしまうと そうそうとナッツァツというふうに詩音、えー、を詩音として息の音で 英語の場合再生しようと思えば思うほど直後の母音と結合しやすくなると、まあ、これがまあリエゾンの特徴でありまた法則だということなんですねですから実はこの一つ一つの子音と母音の音をしっかりと学習することが体で覚えて条件反射的に再生できるようになることが将来的にはナチュラルにネイティブのようにリエゾンを駆使しながら滑らかに話していく、まあ、そのスピーキングの基礎になるということをご理解いただければと思います